皆様こんにちは。今回はネット接続機能がないプリンタをクラウドプリンタとして利用できる Google クラウドプリントについて解説させていただきます。 Google クラウドプリントはインターネットに接続しているプリンタや PC で外部ネットワークからでも簡単にプリンタを利用できるサービスです。ネット接続機能を搭載しているプリンタに Google クラウドプリントの設定をしてクラウドプリンタ化することもできますが、もう一つの素晴らしい機能として今回ご紹介させていただくネット接続機能がないプリンタでも PC を介してクラウドプリンタ化することができます。例えばプリンタに接続していない Android や Chromebook で印刷したいデータをいちいちデータファイルを起こしてファイルを転送する作業をせずに Windows PC や Mac 経由でプリントアウトすることができるというわけです。その場合の条件としてPC に Chrome ブラウザがインストールされている点と PC がインターネットに接続中という点が挙げられます。また基本的には同一の Google アカウントでログインしている必要があります。まず Chrome ブラウザをインストールしている PC に接続しているプリンタを Google クラウドプリントのプリンタとして設定してみましょう。 PC 側の設定は Chrome の設定から行います。設定を開き、詳細の設定の表示から Google クラウドプリントまで移動してください。管理をクリックして表示されるページのプリンタを追加をクリックすると PC と接続中の Google クラウドプリントとして設定できるプリンタが表示されるので、追加するプリンタ名にチェックを入れプリンタを追加をクリックします。これで Google クラウドプリント用のプリンタの設定は完了です。では早速 Android から Google クラウドプリントを介してプリントアウトをしてみます。 Android では写真の印刷や Gmail、Chrome ブラウザのページ印刷などを利用することができます。 Android で利用できるプリンタは設定から印刷まで移動しクラウドプリントをタッチすると一覧として表示されます。この時に先ほど PC 側で設定したプリンタ名が表示されることを確認してください。印刷する写真や Chrome ブラウザのページを表示してメニューを表示し印刷をタッチすると利用できるプリンタ名が出てきます。表示される印刷ページでは印刷する部数や方向などの設定も行えます。あとはプリンタアイコンをタッチするだけです。Google クラウドプリントはこの他に Google アカウントを保有している別の方と共有して利用することができるので、いちいち別の PC を持ってきてプリンタと接続する必要がなく1台のプリンタをクラウドで共有することができます。以上、ネット接続機能がないプリンタをクラウドプリンタとして利用できる Google クラウドプリントについての解説でした。